何やってんの？ポンちゃんが朝ご飯を食べないんだよね、うん、最近。2、3日そんな感じで。そうそうそう。そんで今日はちょっと味変をしようと思って、うん、でこれはいつものドッグフードね、ドライ、うん、で中に煮干し、煮干し入り、うん、いつもだよね。そうそう、これいつもペロッと食べるけどね、うん、いつもこれで食べてくれるんだけど、最近これだと、まあ、味に飽きちゃったのかわかんないけどね、うん、食べないから、うん、これこの間買ったミルク、うんうん、オーガニックヤギミルク、うんうん、低脂肪乳、うん、ちょっとこれを入れてみようと思います。なるほど、味変か。そう、味変、うん、まあ、それで食べてくれればね、いいよ。もともとポンちゃんはミルクを あまりあげてなかったから、いい機会だね。ね、うん、で、小さじ1杯で 7.5 倍に薄めるんだって、うん、粉末だからね、うんうん、今こんな感じ、うんうんうん、まあ牛乳だね、うん、ミルクだよね、うんうん、匂いもね、めっちゃミルク嗅がして、うん、あ、いい匂い、ね、うん、柔らかい、柔らかい、いい匂い、ちょっと甘い感じがする、うん、で、これをここにかけます。あ、なるほど、うん、じゃあふやかす感じだ。そうだね、うん、それでは食べてくれそうだよね。食べるといいんだけどね、うん、全然食べない感じ、ね、最近、うん、じゃあちょっと入れます。はい、おお。で、ちょっとこんな感じ、ふやかして、うんうん、まあ、ポンちゃんドライでもバリバリ食べるから、うん、そんなにくたくたになるまでふやかさなくても大丈夫だと思うけど、うん、これでいってみますか。いってみますか。今ミルク入り来るからね。はい、ポンちゃん、なんとミルク入りでございます。どうする、美味しいかな。お座り、何も匂い嗅いでる。はい、どうぞ。食べないで、飲んでるだけのような気がする。え、ペロペロ飲んでるだけ、ミルクを、うん、飛んでます、飛んでます。うん、ドッグフードは食べてないな。なんだね、ポンちゃん、ご飯は？でもさ、味に飽きてんだとしたらさ、夜はだって食べないでしょ。夜はだから朝を食べないから、お腹空きすぎて食べるんだ。でも昨日朝結局なんだかんだで完食はしたんだよ。うん、まあでも多少今食べてるから。食べ出した、食べ出した、うん、多分、最初のミルクが何だろうと思って、うんうん、まずミルクは確認したのかもしれない、うん、初めてだし。まずミルクは珍しくて、うん、あーって、うん、飲んじゃった、飲んだ後に今食べてる感じ、うん、はい、食べてる食べてる。はい、じゃあポンちゃんお食事中すいません。また完食したの？ポンちゃん完食した。顔にミルクついてる、ポンちゃん。またお皿まで舐めて、うん、いいかいいか。じゃあちょっと朝は味変して食べてみるか。